もしや明智。今の自分は一階の僧、天界でござる。こたびの用件は、他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。利休殿は拙僧と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。何やら火薬の匂いが。どのような仕掛けがあるやもしれぬ。気を緩めず進むがよい。
日の元を背負って立てるのは藤吉郎殿だけだ。行くぞ。秀千代殿、お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。一人では心もとなかろう。わしも共に参る。抜けんぞ。
全て退けたようだ。貴殿との再会が戦場とは嬉しいものよ。いつぞやの恩返させてもらうぞ。貴殿のせい、それがしに任せよ。
なんという数か。見つかれば殴り殺しじゃろう。徳川方は劣勢、ここで流れを変えねばならん。わしと忠勝殿は家康様と合流し、敵方の主力を一気に叩く。
連れ立っておっては敵に囲まれる。二手に分かれよ。わしは残って敵の足並みを乱す。お主はこのまま攻め入れ。休む暇はない。行こうぞ。気が濃くなってきよったの。藤吉郎を止めねばこの国は闇に包まれてしまおう。手遅れとなる前に急ぐがよいぞ。来たか。
茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらん。
まだだ。あれがあれば俺は。
Thank you.
長宗我ら長宗壁の者ではないな。もしや、かの秀吉殿の片割れではないか。七種の文が届いてな。お主の来たることが記してあったのよ。<笑>どこぞで見たことのある字であったがな。<笑>
それで片割れ殿よ、これから我らが戦うのは秀吉軍だぞ。構わんのかね。
必ず、わしが四国を手に入れよう。その時まで首を洗って待っておれ。 So that Onushi, Fumi no Nushi ni kokoro atari ga aru nara tsutaete oite kure. Ikite oru nara kao kurai miseyo, bakamono ga, to na.
しげな連中が集まってるっていうから来てみれば、珍しいお客もいたもんだ。俺は奴らをここから叩き出す。あんたも来るかい？待たせたね。負けたけど、ここで。Thank you.
これで終わりか。あんた、やっぱりなかなかやるな。Yeah!
してほしいね。また強くなったのかい。いや、とんでもないね。風向きと金次第のマツロアの一族、それが最下手。俺たちは行く先を、この
カラスの目で見通す。力にこびるなんて、まっぴらごめんだ。最下の孫一は、それを貫くための名乗り。